松本人志、場外絶戦も勃発の VS 文春5億5000万円裁判。決着後のテレビ出演への旺盛意欲と、復帰番組はガキ氏の理由。ダウンタウン松本人志、60の大文春。裁判の3回目となる弁論準備手続きが8月14日に行われる予定だが、裁判は長期化の様相を呈しており、テレビへの復帰時期はまだまだ見えてこない。 女性に男女の関係を強要したなどと、週刊文春、文芸春秋、2023年12月27日発売後に報じられた松本が、発行元の文芸春秋などを相手取って5億5000万円の損害賠償や、訂正記事の掲載などを求めている裁判。第1回口頭弁論が3月28日に、6月5日には弁論準備手続きがオンラインで行われた。 6月5日に行われた手続きで松本側は書面でこれまでの人生でいかなる女性に対しても同意を得ることなく性的行為を強制したことは一切ないと主張。記事に掲載された飲み会の参加については記載されている時期や場所において女性の参加者もいる飲み会に同席したことは否定しないとした。一方の文春側は 女性に対して複数回の取材を重ね、証言の信用性について慎重に検討した上で、松本さんに対する取材も経て確信した。同意のない性的行為は真実だ、と主張している。さらに松本側の代理人弁護士は、損害賠償額の上乗せの可能性を示唆。現在の請求額は、医者料五億円に弁護士費用五千万円が内訳だが、 休業している期間の損害を上乗せする可能性があるという。松本は文春との裁判に注力するため1月8日から芸能活動を休止している。その裁判の焦点になっている被害女性が自分は被害を受けたという認識ではないと周囲に話していると6月25日発売の週刊女性主婦と生活者が報じ 大きな波紋を広げたことも記憶に新しい。前述の23年12月末の週刊文春では、A 子さんと B 子さんの女性二人の証言をもとに、松本と後輩芸人らを交えたホテルでの飲み会が2015年に行われたと報道。芸能活動を志していた女性二人が、スピードワゴン小沢和弘五50に声をかけられ飲み会に参加したところ、 松本から男女の関係を強要されたという内容だった。A 子さんは、週刊文春に指揮を寄せており、裁判になったとしたら、証言台で自分の身に起きたことをきちんと説明したいと、考えています、とも綴っていた。ところが、先の週刊女性は、文春に告発を行った X さん、A 子さんか B 子さんかは特定されていない。 が、周囲に自身は告発するつもりはなかったと説明していると報じたのだ。X さんは松本からの被害を告発した女性の一人と友人関係で、文春への告発はその友人が強引に進めたものだとし、自身は被害を受けた認識ではないと話しているという。ワイドショー関係者は言う。驚きの記事でしたが、 松本さんと文春の裁判の行方にも関係してくるであろう話で、様々な影響を考えれば、週刊女性は自信があって報じたものと見られています。ですが、文春がこのまま黙っていることは絶対にない。週刊文春は圧倒的な取材力を誇り、調査報道においては新聞をも超える業界ナンバーワンのメディアであり、 松本さんの記事もかなり時間をかけて準備して記事掲載に踏み切ったと言われています。報じた記事には絶対の自信を持っているでしょうし、反論しなければ、巨額裁判で劣勢を強いられる流れになっていくとも考えられます。反論の場は8月14日の裁判3回目の弁論準備手続きでなのか、それよりも前の雑誌紙面での動きがあるのか、大注目されていますね。 松本 VS 文春、お笑い界と週刊誌界の頂点同士の裁判に注目が集まる中、場外絶戦も起きている。以前から松本さんを擁護する立場だったセクシー女優の下津きるなさん、33、と元アイドリングのリーダーで現在、歌手でボイストレーナーである遠藤舞さん、35、との間で、X 上による絶戦が行われています。 遠藤さんは松本さん報道後の昨年末に過去、業界の飲み会に誘われたことがあり、断っていなければ被害に遭った可能性があるということを X で綴っていました。そんな遠藤さんと下月さんの小競り合いは松本さんファンを巻き込んでのもので、少々ややこしい展開にもなっています。松本さんは活動休止して半年間、ほぼ動きはないのに。 直接関係のないところで騒動が起きるというのは、やはりその影響力の強さを感じさせますね。前室のワイドショー関係者。さらに、ワイドショー関係者はこう続ける。週刊女性の報道もありまた大きく揺れている松本さんと文春の裁判ですが、裁判の結果がどうなっても、松本さんがテレビに復帰するのはなかなか厳しいのではないか、という見方もありますね。 なぜなら、裁判の争点は同意があったのか、それともなかったのかですからね。松本さんが裁判で勝った、となっても、双方の同意のもと男女の関係に至った、ということになるわけです。松本は妻子あるみ。つまり、不倫していたということになってしまう。しかも、いろいろな女性を集めてたびたび飲み会をしていたということもある。その二つが揃い、 ここまでの日本中の人が知るワーギ事になってしまったら、民放キー局が営業をかけるような大きなスポンサーは、嫌悪感を示すでしょう。いわゆる、昨今求められるハードルが上がっているとされるタレントの精錬性というものでしょうが、それがあるがゆえに、裁判に勝ったからといってすぐにテレビに戻れますよとはならない。と業界関係者の間では言われています。全道かつて芸人は、 私生活も破天荒であることが指示されたが、昨今は何かとコンプライアンスの遵守などが求められる時代に。それは、天下の松本人志であっても同様と見られている。芸能プロ関係者はこう話す。テレビはスポンサーの顔色を強く伺う時代で、復帰はなかなか難しいと。だから、松本さんが裁判に勝ったとしても、テレビ復帰することなく、 芸能界からも引退してしまうのではないか、そんな声もありますよね。ただ、松本さんはこのまま辞めるつもりは全くないようで、テレビに戻りたいという思いがとても強いと聞こえてきています。復帰するにはまず、文春との裁判に決着をつける必要がありますが、これは徹底的にやるしかありませんよね。文春側も自信を持って記事を出しているわけですから引く気は一切ないはず。 5億5000万円というあまりにも大きな金も絡んでくるわけで、今後も全面戦争状態が続くでしょう。松本 VS 文春裁判。一部の有識者は、長ければ決着まで3年という見解を出していた。裁判の長期化は必死と見られていますよね。それでも松本さんの復帰の意志は強く、絶対に戻ってくるつもりだと言います。 今でも後輩芸人たちと飲みに行っていて、その面白さは全く錆びていないそうですよ。ただ、やはり、キー局に CM を出向するスポンサー企業の目は厳しい。裁判に決着がついた後、現実的にどこで復帰できるのか、伴っていると言いますね。そうした中で、関係者の間では復帰はあの番組しかないだろうとなっていると。それが、 ダウンタウンのガキの使いや荒編で。日本テレビ系なんです。全室の芸能プロ関係者。ガキ氏は1989年から続くダウンタウンの看番組で、現存するダウンタウンの最長寿番組でもある。番組から生まれた、絶対に笑ってはいけないシリーズは毎年大晦日に放送される超大型特番として人気を博した。 放送時間帯も日曜午後11時25分からと深夜ですし、何より長寿番組であることが大きい。基本的にはダウンタウン、松本さん、浜田雅俊さん、61のことが好きな、応援しているスポンサーが出向している番組だと言われています。